無限？無限で合ってるかな？今の読み方。8月6日、霊能力研究所？ということでね、急に始まっちゃったんですけど、どうも、龍馬です。今回も、犬鳴村のね、続きをやっていこうと思います。今、タイトルが出てこなかった。行かせてください、師匠。あ、これ人の名前なの？これ無限で合ってるかな？読み方。ここ数年、失踪者が後を絶ちません。皆あの村を目指していたと聞きます。絶対に何かある。人知を超えた何かが。だからお願いです。私を犬鳴村に行かせてください。ならぬ。そなたには危険すぎる。そうは思いません。師匠に弟子入りして早6年。私はもう一人前の霊能力者です。うぬぼれるな。まだまだ修行が足りん、修行に励め。しかし、すでに私は上級者コースを卒業しました。これ以上何を学べと？すごい、そういうあれなんだ。コースがちゃんとあるんだ。月額30万のプレミアムコースを受講するといい、卒業した暁には犬鳴村行くことを認めよう。なんかこれお金取るあたり、なんかちょっと怪しい気がするな、なんか。ことは一刻争います。そんな余裕は。話は終わりだ。ああ、一方的に終わりにされちゃったね。え、でもこれ向かうんじゃない多分。師匠はああいうがこのまま感化していいものか。いいなすごい。力の入ったいいなだな。私はやらねばならぬ。やらねばならぬのだ。たとえ波紋になってでも行くしかない。あ、やっぱ向かうんだ。でもこういうなんかいなくなっちゃったっていう噂はどこから聞いたんだろうね、この人。8月6日電話ボックス。なんか横に可愛いワンちゃんがいる。これがうるさいに聞く電話ボックスか。感じるぞ。霊力の波動を。見ていろ。どんな怪奇現象もこの1万円札も下お札で解決してみせる。これこの人さ、なんかそういうあれに騙されてんじゃないの？なんか30万円のコースだの、1万円だの、お札なの。師匠から譲り受けたお札。この師匠絶対インチキでしょ、これ。てかもうこの子が気になってしょうがない。こんな山奥にポメラニアンとは奇怪な。怪しいぞ。あ、でもそれだけなんだ。え、なんかゴミ袋置いてない？怪しいが、ただのゴミ袋か。あ、別に何もないんだ。入ってみるか、じゃあ。むむ、この匂い。霊力がこもっているな。あれ？今までこんなのなかったよね。パインマークオメガ？ダントツナンバーワン。893。これかけろってこともしかして。こんな場所に貼ってあるなんて怪しい。電話をかけてみるか。一回かけてみる？これあれ押せばいいのかな？はいはい、なんや、もう着いたんかいな。あ、番号押さなくても、かかったね。は、はい？誰かと間違えていませんか？アホか、お前さん以外に誰がこの番号知っとんのや。いつもの場所、電話の裏に商品を置いてあるさかい。ほな、切るで。なんだったんだ、今のは。電話の裏に商品がどうとか言っていたな。ここか？詰まって取れないが、リングみたいな突起物があるな。これを引っ張れば。こっち。リング状のものを引き抜いた数秒後、電話ボックスは真っ赤に染まった。なんで？意識の途切れるその瞬間、その脳裏にはある噂話が蘇った。どこか山奥の公衆電話で、武器の闇取引をしているという噂を。何その噂？バッドエンド？ダメだったの今の。むむ、この匂いに力がこもってるな。あ、やり直しか。じゃあこれ調べちゃいけないってこと？ただの電話帳だ。匂うな、それだけ。何が匂うの？普通の電話機に見えるが、微弱な冷気を感じるな。ああ、別にここも変わんないね。どうしたらいいんだろう、これ。別番号、あ、これかけちゃいけないのかな？怪しいのでやめる。調べるまでもない通販の広告だ。他に怪しいものはないな。あの道具で電話機の真の姿を暴き出そう。
あ、これ?これ貼るのか?これが霊気の発生源か。ギリアーすごい気合い入れて貼ったね。え、ってどうすんのこれ。悪霊退散って書いてあるし。奥田の力でも電話はかかってこないか。やはりあの情報のように、時間が犬鳴き村へと繋がる条件なのだろうか。夜中の2時かな?しかしこの霊気。出所はやはり旧犬鳴きトンネルだな。多分。いや、きっとそうに違いない。いざ行くぞ、犬鳴きトンネル。あー、時間にはなってないけど向かうの ?8 月6日、旧犬鳴きトンネル前。これが犬鳴きトンネルか。見るからに、まがまがしい。この先が霊界への入り口。なるほど。大した結界だ。だが私には通用せんぞ。こいつの力で押し通る。おお、出た、またお値段1万円の札。なんか足跡ない?ここ、ほら。これ人間の?それとも幽霊の?これ貼るのかな?キリアまた気合い入れて貼ったね。ふう、何も起こらないか。やはり中に入らなければならないようだ。これ普通に入っていいの?む、この壁の隙間。我が霊力があれば入れそうだ。これまたなんか行くとなんか襲われちゃうんじゃないのこの人。意外とヘッポコだからな、この人。これもまた周りを調べつつ行ってみるか。たまになんかね、壁にね、必要な情報とかもあったりするから。あ、でもここは特に何もないね。え、なんか段ボールめっちゃない?なんだろう、誰かあれかな?アマゾンとかでも頼んでんのかな?こんなところで。え?あ、別に何もないね、ここもね。こっち側?まだ開けてないアマゾンの箱めっちゃあるよ、ここ。段ボールが積み上げられてるな。お!え?突然ずれるとは機械な。怪しいが、ただの段ボールか。どうしたの、ワンちゃん?む、またもや崩れるか。どうしたの?これは犬の亡骸か。え、これ死んじゃってんの?誰かに殺されたのか。むごい死に方をしている。すまぬが今は弔ってやれぬ。かわいそう。これなんかたまにちょくちょく出てくるワンちゃん、なにこれ。むむ、これは霊か。こんな時こそあるんだ出番か。またお札か。お違う。師匠から譲り受けた霊を撮ることができるカメラ。またなんかうさんくさいの出してきたな。これ使うのか。現にあらざるものよ。その真実を映し出せ。霊探知カメラ。映んのかな?む、これは。お母さん、あんよがないよ。お母さん、どこにいるの?お母さん、助けて。赤子の霊が、マリのように転がっている。人の形をなしていないその哀れな姿は、退治させられたことを物語っている。生まれることを許されず、死んだこともわからないまま、母を求めて泣く彼らに応える者は誰もいない。浮かばれぬ水子の霊を安らかに眠るがいい。あららら。赤ちゃんが取れたってこと?今。一応また壁も見て。あ、特に何もないね。ここ確か行き止まりだよね。やっぱり。感じるぞ。この先にあの村、犬鳴き村がある。え、これも行けないのかな?え、一回周り見てみるか。何もなし。反対側?あ、何もなしだ。え、どうすんのこれ、お札貼んのかなまた。これが霊界の入り口だ。なるほど、大した結界だ。だが私には通用せんぞ。こいつの力で押し通る。てめえ!やはりこの程度の札ではダメか。ならばこれで!ふ、はははは、このこともあろうかと用意したこの札。この10万円の札で赤の結界などない。
いざ覚悟しろ、悪霊ども。おお値段10万円少し大きい。なんかまた怪しいお札だなぁ。え、これ？あ、貼ったのか？まさか、10万円の札が効かないとは、恐るべし犬鳴村の呪い。一度戻って師匠に相談するか。え、でもこれ戻ったらあれじゃないの？怒られんじゃないの？だってね、あんなにね、お前ごときが行くな、みたいな、言われてたから。まあ、一回なんかこれ帰り道なんかある気がする。大丈夫？ほれった。何？何これ？これは霊か？あ、またあれか。キャメラの出番か、これ。なんか映るんじゃない？これ。ならばこれで。真実を映し出せ、霊探知カメラよ。カチャン！これは。なんだ？何映った今度？8月6日、旧犬鳴トンネル前。恐るべき結界だ。まさか10枚の札でも歯が立たぬとは。それにしてもこの写真。あ、さっき撮ったやつ？やはりあの子は犬鳴村に。あの子？それがあの村にこだわる理由か？え、これ誰？師匠！私がつけていたことにも気づかぬとは。だから修行が足りぬと言ったのだ。返す言葉もございません。私は波紋でしょうか？これ波紋ってどういう意味なんだろう？それを決めるのは話を聞いてからだ。すべて包み隠さず打ち明けよ。承知しました。あ、でもなんだかんだ優しい師匠さんだね。会ったことあるかな？全部お話しすんのかな？え？え？クリア？え？嘘？マジ？なんかすごい今までで一番中途半端なエピソードだった気がする。まあ、でもね、キリがいいからじゃあ一回ここで終了にしてね。次回あれかな？じゃあ今まで会ったことをお話しして、え、師匠さんとあれかな？一緒に犬鳴村にあれかな？乗り込むのかな？ということでね、じゃあ今回はね、ここで終了しようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。